漁師が指を指した先、時速40キロでこっちに突撃してくるんで、罠外れたら田畑を荒らし、人々の生活を脅かすイノシシ。習性や動きを知り尽くし、一進一退の戦い。急所をつきました。良節正史さん、三重県松阪市で知る人ぞ知る若手の漁師です。うん、漁は取ってくる。テレビカメラつけて様子見てからかけ取るで、それで取る率は多いの。研究熱心やと違いますよ、あの人は。あの、普通に雇ってもなかなかかからへんだな。最近賢いで、みんな動物。しかし本人からは今どきな発言が。こういうのってどなたからか教わるんですか？ YouTube 先生ですね。YouTube ですか？本当にね、なんか時々自分がよく分かんなくなりますね。俺は何なっけ職業みたいな。独学で始めた漁師。実は良節さんには別に本業があり、掛け持ちで漁師をしていたのです。もう一つの顔を知る仕事仲間からは、見た通りあの僕ないんで、そんな感じの勇勢なんで、はい、漁師として山の方に行かれるのは、まあ、それが先生の活力になってるのかなとは思いますけど、はい、なかなかお茶目です。漁師の腕を認められながら、本業では先生と呼ばれる謎の男、一体どういうことなんでしょうか？去年11月、罠を仕掛けに行くという良節さんに同行すると、鹿の毛皮で作ったシュータンでございます。え、どれですか？これ自作。おこれ鹿ですか？鹿の毛皮ですね。鹿やイノシシによる被害が深刻な松阪市、一晩にして庭が一変していました。これみんなイノシシやね。ああ、そうやね、これはシシやね。来てますね、これは。イノシシの餌となるミミズを探すため、耕すように掘り返した後、こういう傷ついてて、みんなこれ食べた後や、これな。あ、こういうやつかな。農作物への被害は後を絶ちません。まっすぐに伸びた線は麦畑を踏み荒らした鹿の足跡。生育途中の稲を我が物顔で食べてしまうのです。被害は思わぬところにも。イノシシに足を噛まれた、うん、なんと飼い犬がイノシシに足を噛まれ骨折。これまで3回も襲われていました。相次ぐ被害を受け、良節さんのもとには捕獲の依頼がやみません。あ、そうそう、でこれがバネで、ここイノシシをこうやって踏むと、うん、バチンって踏む、木がこういう感じで足をくくるっていう、うん、そういう仕組み。びっしりいくな。お手製の罠を民家の庭や裏山に仕掛け、毎日見回りを続けています。本業ではないのに忙しそう。別の民家でも真新しいイノシシの痕跡。しかし罠を仕掛ける準備の途中でなぜか家に上がり込みます。お父さん、どう調子？あ、笑っとんな。89歳になる日下さん、脳梗塞によって寝たきりとなり、妻の介護に支えられています。
お母さんが海外志くんで献身的に介護されてるんですけど、はい、お母さん倒れるともうアウトなんで、はい、実は日下さん夫婦との付き合いは漁師としてだけではありません。良節さんのもう一つの顔と関係がありました。初めて私とこ見えた時にね、あのすごかったんですよね、こんな生優しいもんと違って、はい、で先生が僕取ったのかって言われたので先生がって言ってびっくりしましたよね。思わずびっくりしてしまう意外な本業とは。本当になんか、まあ、やってることはどっちも人助けかなみたいな。漁師の仕事を終え、本業の服装に着替えます。向かったその先は、クリニック？先生と呼ばれた職業は、はい、今日どうされましたかね。漁師の良節さんの本業、それは医師だったのです。よく出るんですか。いや出ないです、はい、ちょっと見せて指。あ、塗った方がいいですね。塗わんどっち止まらんですね、これ。じゃあ、まあちょっと今から塗ってきますけど、はい、痛かったら痛いって言ってください。あの、頑張れって言って。三重大学を卒業後、東京の病院に勤務。6年前に松阪でクリニックを開業しました。お住まいどちらです。鹿とかイノシシがよく出るとこですかね。街中ですよ。あ、街中。お医者さんモードのはずですが、ちょっとチクチクするついつい漁師の顔も見え隠れ。もうすごい助かりますね、休みの日に、ね、うんうん、休日が一番病気になった時困りますもんね。この日は日曜日、多くのクリニックは休診していますが、ここは休日や夜間でも受診ができ、救急にも対応する全国的に珍しいクリニック。実は町の危機を救う切り札となっていました。クリニックができる前、地域の課題となっていたのは、夜間や休日の、まあ、医療治療を見てもらうのに救急車119番を呼んで、それからなければ対応が難しかった。さらに軽症であっても救急車を呼ぶケースも見られ、出動件数はみるみる増加、病院も疲弊していったといいます。一番大きく考えていたのは、一つは、大きな病院の先生方と、まあ、それから、救急隊の皆さんで、結果的にやっぱりそれが市民のためにもなるということで、まあ、皆さんにとって多分いい話なんじゃないかなと思って始めたという経緯ですね。松阪の救急医療を救うため市の委託を受け、クリニックが誕生したのです。コロナの余波はここ松阪にも。お熱はいつからあります。この日は2歳の女の子が40度の高熱との電話。外には発熱患者専用の窓口を設置、動線を分け車内で検査を行います。女の子は子供によくある突発性の発熱でしたが、発熱の人もう一人来るみたいです。はい、ほとんどの医療機関が休みのため、発熱患者はここを頼りに駆け込んでいたのです。当院の場合は発熱患者さんとなると、コロナだけじゃなくてもっと他の重症の肺炎ですとか、おしっこにばい菌入ったとか、まあ、そういう方を受け入れないということはうちとしてはしないと、自宅に帰ると庭で待っていたのは鶏。名古屋コーチ、これ動けですね。
医師としての緊張感を解きほぐす自然の恵み。野菜も自ら育て、食べ物にはほとんど困らないんだそう。酒とミルクだけですね。自給自足できないものは。まあいつかはなんかこうね、あの田舎暮らしみたいなのはありましたけど、こんな早くやってくるとか。その前に結婚するべきですどう考えても。そんな良節さんの朝の楽しみは産みたての卵。実はこれある患者さんへのプレゼントなんだそうです。この日向かったのは狩猟ではなく、患者さん宅への訪問診療。こんにちは。仕上がらなかったらしいです。森田恵美子さん、良節さんに深く感謝している患者さんの一人です。趣味は40年近く続けている手芸。あ、これ卵あげるよ。やったー、やったね。これさ、これ生。あ、生で2個。ここだけ割って、うん、でこっからこう立ち上げるの。あ、なるほど、ね、それは工作用に使う、うん、あとこれじゃあゆで卵もあげる。あ、これもあったかい。ニワトリとの生活が患者さんとの関係づくりにも役立つんですね。幸せにしても、はい、痛い、足、はい、上だ、ちょっと見せてみ。あ、また赤いな。足のリンパ液の流れが滞る病気で常に痛みと戦う日々。10代から入退院を繰り返す中、心の支えになっていたのが手芸でした。しかし体の負担にもなるため、無理せず寝ていればいいと諭す医師がほとんどだったといいます。何回も死にたくなる。でもやっぱりこれがある、お花が。だから私はやれるだけ続ける。多分良節先生がさせてくれる。生きがいを尊重してくれる良節さんに感謝を伝えたい。森田さんは作品に思いを込めることにしました。休みの日には鹿やイノシシの肉を調理、自ら仕留めた命を解体しておいしくいただくのがモットーです。タレを入れて回してください、うん、タレをちょっと入れておいてください。つい数時間前までは走り回ってたから、うん、確かに、うん、そう思うとちょっと不思議ですけどね。確かに殺して終わりじゃダメなんで、うん、どんなやつでも、うん、美味しくいただいて、うん、美味しくいただくってのは大事だと思う。大事ですよね。店で買ってきたもんじゃなくて自分でこう捕まえてきたものなんで、それがどうやって生きてたかもっていうのも分かるし、で、まあ、それをやっぱりこういただくっていうのはもう感謝ですよね。本当に本当にいただきます、文字通りね、うん。良節さんが漁師になったきっかけ、そこにはある患者さんの存在があったといいます。まあ、寝たきりの方だったんですけど、まあ、奥さんが一生懸命介護をされていたと。その奥さんの唯一の楽しみが畑、それがある日、まあ、イノシシで一晩に荒らされてしまったと。で、まあ、その後、まあ、その奥さんはまあ鬱になってしまって、で旦那さんの介護も十分にできない状態になってしまって、でそういう時にじゃあ自分に何ができるかなというふうに思った時に、あ、もうこれはイノシシを倒すことだなと、イノシシを取ることだなというふうに思いまして、生きがいを取り戻してあげることが治療、そう考え漁師になる決断をした良節さん。畑を荒らしたイノシシを捕まえ、その後も漁師を続けてきたのです。年の瀬が迫った先月末、あるプレゼントが届きました。これさ、もらったんですけど、
誰からですか？森田さん。すごっ。これ手作りですか？今回はね、また力作だった。本当に力作だった。待って、あそこじゃあ置きますわ。手芸ができる喜びと感謝が作品に込められています。やっぱり人間にとって一番大事なのは生きがいで、じゃあそれをなくして10年長生きすることは大事かというと、僕はそうではないなと思うので、もしそれで少し寿命が縮まることになっても、まあ、ご本人さんとご家族さんが納得されるのであればそれでいいかなというふうには考えてます。医師であり漁師であるからこそ、自然のようにあるがままに生きることを大切にしたい。命をかみしめ、生と死に向き合い続けます。